ジャズの譜面って大体こうやってイントロとエンディングが書いてなかったりしますよね。こういった場合はジャズのミュージシャンはどこを基準にイントロとかエンディングを作ってるのかということですね。まあよくあるお話をしているんですが、今回はピアニストと一緒にお話をして、ドラマはどういうところに気をつけて最後決めていけばいいのか、どういうイントロとかどういうエンディングを予測しとけばいいかということをお話ししてみました。それでは見てください。はい、それではですね、今回は歌物の曲の場合、歌物とリフ物は分かれるんですが、まあ一緒か、テンポが違うぐらいかな、うん、まあおおむねそうですね。はい、まあここに関しては、まあ、とりあえず歌物ということで、やっていきたいと思いますが、またリフ物に関しては定番のイントロとかもあるので少し解説をプラスしたいと思いますが、やっていきたいと思います。よくある定番のイントロですね。でイントロはそのキーの循環を演奏すると、これが、まず一番最初のやつ、これは3回ぐらいやって、で、一度に行ってから5度7分ってやつですね。ちょっと弾いていただきましょうかね。はい、まあちょっとキー C メジャーの曲だと思っていきます、はい、はい、こういうスタイルの場合もチャッチャーンっていうのがね、あのボサノバの時と同じで、やっぱここがドラムが特に1メジャーのとこでワンツーカッカカンタジャーンってやるとメロディーがオフタクトの時とかに入りやすい、そうですね、はい、こんな感じ。マイナーの曲の場合も普通にいける。マイナーの場合はまあ6に行くかが微妙なぐらい、うん、一度マイナーがまあマイナー6にするかなっていうのと、うんうん、まあ6行かない行ってもいいですけど、うん、そして2度が、まあ、2度ハーフディミッシュになるでしょうね、うん、で5度は同様に5度7、そうすると、はい、あ、そうですね、ですね、あと、まあ、最後ちょっとそう、タチャーにしたんですね、わざとね、一裏にしてみました、はい、一裏にしてみました。別にあのキーが変わったからじゃないですよ、これもあるよっていうことですね。これもあるよってことで、ね、はい、あ、まあこれの場合もドラムはタッチャーンってやってタッチャーターンになっても別に問題はないので、まああの目星をつけて、そこの、ここの部分ですね、この部分でドラマフィルインを入れてタッチャーンと決めてあげると、まあメロディーは入りやすくなるかな。だから循環でピアノが最初スタートする場合は、黙ってこうやって始めた場合も、あ、この辺で終わるなっていうのを感じ取れるかどうかっていうことと、ね、循環でやろうかっていう話になればベースもドラムもカウントで入ることができるので、できますね、はい、だからこの曲はイントロ循環にしようかって提案をすると最初から入れますね、はい、クロフォンって基本的にイントロが書いてる曲はほとんどないので、はい、書いてる曲はもちろんそのままそれでやればいいんだけど、その場合には循環っていう提案が、まあ、できる曲とできない曲がある。あ、そうですね、まあ、似合う曲とね、そうじゃない曲も、はい、まあやってみてですが、まあ、その辺でなんかこう見分けるポイントってありますか？似合う曲と似合わない曲ですか？うん、どうでしょう。あ、でも一個分かりやすいのは、うん、まあ、あの前回も話した通り、やっぱりあのその曲のキーを知るのは当然必要なのと、最初のコードですね、うん、大抵一度メジャーから始まるし、うん、一度メジャーから始まる曲は、まあ、大抵循環でもいけるのと、ダントツで似合う曲はテーマの頭が循環の曲、あ、なるほど、循環の曲がそうなんですよ、リズムチェンジがそうなんですけど、そういう曲は結構当たり前に似合うかなと思うし、うん、もう少しコード進行が例えば緩やかというか、2小節頭2小節同じコードで来るような曲だと、イントロはすごいね、あの1小節2つでせせこましく切って、うん、でもテーマ入ったら2小節同じコードだと、うん、結構似合わない率は高いかなって気はしますね。最初の2小節のコードを繰り返しでイントロにする場合もあるね、曲ですね。あ、そうそうそう、ありますね。そういうのね、なんかそうですね、スピークローがまあそうでしたけど、うん、まあ、あれはコミズではあのね、あのボサでやってますけど、うん、あの頭が同じコード進行でこう繰り返しやってるやつだったら、もうそれを同様にイントロにしちゃうのは結構よくあることですね、うん、はい、はい、というわけで、逆順はここでは説明しない、逆順でイントロ作ってもいいんだよね。そうですね、はい、それこそ2度マイナーから始まる曲、あのデイバイデイとかもそうか、うん、そういう曲はむしろそっちの方が似合うかも、うん、なので1625じゃなくて2516、
ちょっと今何の曲か分かんなかったけど、ああまあ、3625の曲とかだと、はい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 、3625でもイントロは別に循環で作っても、あ、そうです ね、 あの、まあ、これ楽譜分岐で書いてますけど、うん、まあ、これそれぞれ1度メジャーを3度マイナーにしてもいいし、6度マイナー6度セブンどっちでもいいかなと思うし、うん、2度マイナー2度セブンこれも割とどっちでもいいなって感じでこのパターン書きました。はい、はい、という循環という手があるの で、 で、ね、循環でやろうかとか逆順でイントロ作ろうかっていうのが、まあ、一つの方法としてはあると、ね、はいはい、次はまあもうほんと定番でペダルでやろう、ね、ちょっとテンポがある曲なんかだとペダルでやろうぜみたいな曲があるんですが、ペダルというのはまあここに書いてもらったコードで考えると、はい、これをそのまま裏打ちのパターン、リズムがですね、僕がまあ考えるに裏打ちかうかかかつたったつた、これはですねドラムの人はリズムのセクション講座っていうのがあるので、それを見ていただけるとこれに対してどうアプローチするかがあります。こっちの歌ったつたはここはもうドラムしか埋められないので、ここはドラムの役割になります。なのでこういったペダルでやるぞって言ったら裏打ち、裏打ちの場合はドラム一緒に裏打ち行くかラテンに行くと非常にうまく合います。なので、このペダルの場合は基本的にドラムは裏打ちに行くかラテンに行くか、それがこの決めを合わせるかっていうパターンになることが多いです。じゃあまずそのこのパターンで裏打ちだとどうなるかを弾いてもらいましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、例えばこんな感じですかね。はい、でこれがうっかっかですね。そうだと、あ、間違えた、うん、最後間違えましたけど、まあ、そんな感じでいいと思います。はい、次じゃあうっかっかっつった、これがねちょっと難しくなって、この4裏のとこでやっぱコードも変わってあげた方が、うん、つちゃっちゃっちゃっ、ですね、基本的には1度メジャーと2度マイナーみたいな感じ、まあそれが一番多いかな、多いかな、うん、あのでまあ分岐があるとしたら、うん、1度、うん、2度3度マイナーでも全然いい、うん、までいってるみたいな、そうですね、で2度戻る、うん、まああの大差はないですね、1度と3度マイナー、うん、あとは、この偶数小節2度マイナーからの3拍目に5度セブンでもいいです。1セブンに行ってもいいし、いきなり5とセブンでもまあいけなくはない、まあそれも一応パターンとしてありっちゃありですね、うん、まあ要はダイアトニックの行動を結構あっちこち行こうと思ったらいけなくはない、あのそうですね、あの、はい、いつかおじさまなんかも結構 あ、はい、あの、まあ、行動上に乗せて遊んでるよね。そうですね、そうあの曲はダイアトニックコードでもいいし、ケツ4小節の1度メジャー6度セブン、まあ、これは厳密には大工肉じゃないやつで2、5、うん、まあそしてこれは三拍子なんでまたあの話がねあるんですけど、まあこんなのもあったりはしますけど、そう、ね、そうですね、はい、というわけで、このスタイルペダルの場合はどのリズムパターンで来るかは、まあピアノが始まってからドラムは途中でつけてもいいし、リハーサルがもしちょっと軽くできるんだったら歌ったつたでいこうかみたいなドラムがやると、でね、ドラムがじゃあペダルでやるんだったら僕ちょっとパターンやってるから途中で入ってきてっていう形で提案することもできますね、はい、これなんかもそうだし、はい、うん、でラテンでドラム入ってるんでなんかペダルで入ってきてみたいな、ようなイントロ提案もドラムができるとかっこいいです ね、 そうですね、はい、じゃあ番外編というのが一つあってこれはちょっと石川先生の方から提案があったんです。これあの定番の曲、定番のイントロって言えば定番のイントロ、そうですね、そう石川先生が4度から下がるイントロっておっしゃったらしいんですけど、うん、はい、まあそうだとしたら大体これかなっていう、まあちょっと今 E フラットの曲が始まる手で弾いてみますけど、うん、4度から、こんな感じですね。
まあ、参考の演奏で言うと、まあ、ダントツ分かりやすいのはあのマイルス・デイビスのリラクシンに入ってる It Could Happen To You とか結構分かりやすいと思うんですけど、まあ、そしてこれ細かい部分は結構変えちゃってもいいです。あの2小節目ヨドマイナーになってるところをいわゆるフラット7度7にしちゃってもいいと思うし、まあ、そういう細かいチェンジは全然 OK ですね。4-4-3-6-2-5-1 だもんね。そうですね、はい、ってことはこれはオールオブミも、ああそういえばそうですね、なんか考えてみると結構よくありがちなコード進行ではあるし、例えばこの後解説するかもしれないですけど、あのケツ8後ろ8小節でイントロにしようぜが、うん、まあこれになることは結構よくあることだと思いますね、うん、オールザシングスユアの最後8小節もそうだし、あそうですね、うん、あそう、それで言うと分岐があのこの4小節目6度7ももちろんあるし、そうじゃなくて3度から半音下がったフラット3ディミニッシュみたいな、オールザシングスユアって確か厳密にはディミニッシュの方だったような気がするんですけど、うん、まあそんなのも全然ありですね、うん、そういえばキャンディーも、あーキャンディーも、あ同じですね、そう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 、これもあのその分岐のとこが両方ありえるやつですね。バットナットフォーミーとかね、バットナットフォーミー、あーそう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 、もうなんかそういえば結構多いんですよ、アイルクローズマイアイズとか、まるでそんな曲しかないかのような感じのぐらいいっぱいあります、ね、バットディフェンスデイメイドもそうだし、そう思うとまあケツハチやると結果的にこれになる曲が多いのかもしれないですね。そうですね、うん、だからこの形は結構定番という形 で、ケツハチっていうのはお尻の8小節なので最後の8小節やる、テーマの最後8、うん、ケツ8っていうと一体何を言ってるんだろう最後の8小節とか、はいそうですね、まああのオールザシングスやると8でもいいし、うん、ケツ12でもいいよね、まあ、切りよくというかあの曲って最後の A セクション12小節あるので、うんうん、そうですね、そうですね、そういう形の、ね、イントロを作ると、まあイントロのネタとしては定番は循環ペダルで、まあ、今番外編って言ったけどケツ8に似てるような形の定番のやつと、ね、普通に、まあ、あの迷ったら最後の8小節をイントロにしようかと言っていけば必ず頭につながるのでうまくいくでしょうねっていう話ですね。そうですね、はい、ということでまずイントロ編でした、はい、じゃあ次はエンディングですね。エンディングはまあよくある3回歌物の前も3回繰り返しっていうのが多いんですが、この2-5を3回繰り返したりする場合は、逆順に行く場合が多いかな。あそうそうですね、うん、この 2-5 を繰り返してか、そうあの4小節単位で逆順、うん、そうですね、 2-5 を繰り返す場合もあるよね。そうあの、うん、部分部分そういう曲も時々あってややこしいんですけど、うん、まあ一旦多いのは2小節を繰り返すじゃなくて4小節を繰り返して、うん、で繰り返せるように逆順にするって感じですね、うん、そうね、はい、うん、そうですね、という形で2-5-1で終わる、はい、でここで終わった場合は、はい、ここでブレイクするとこのエンディングが、はい、このエンディング資料があるので、これそのちょっとザバッと弾いてもらいましょうか。1番はそう、これ全部 C メジャーで書いてあります、うん、ですね。で、まあ、次はこの1グラは分かんないけどここってやつですね。これはそうで、これはあマイルスの言っとくとかそうですが、5度から下がるやつ、うん、3、4、うん、ですね。ドラムはここのダーダーで合わせなきゃいけないって感じですね、うん、そうですね、そうですね、そうですね、うん、そして4つ目、これは正直そんなにはやんないけど、うん、まあ、まあ1度疑似4度5度